こんにちは。新潟に待ちちゃいましたね。まあ、昇格だけでなく、まあ、ずっと切磋琢磨してきたライバル相手に目の前で昇格を決められるっていう、まあ大失態を演じちゃったんですけど。まあさすがにそれはちょっと擁護できないかなと。本当に何してるんだっていう感じで見てましたね。サポーターも戦ってるんですよ、一緒に。本当に。大半のサポーターを僕みたいに、辛辣じゃなくて、優しくていい人ばっかなんでしょうけど、時間とお金かけて、ホームもアウェーも行って、声を枯らして、ファンじゃなくて本当にサポーターだと思ってるので、僕は。僕たちのサポーターの代弁者だと思って、試合を見てるので。だから不甲斐ない結果に関しては言いたくなるんですよね。佐々木智弘社長がお気持ち証明しましたけど、まあ、最強の応援歌欲しいと。もう残りシーズン試合も少ないですし、まだプレイオフの可能性はあるまで、あるので、まあみんなやるでしょうけど。でも応援ってなんかその、頼むもんじゃないと思うんですよね。自然と応援したいって思えるプレーをすることが一番大切だと思うんですよ。何度も言いますけど、本当に結果が全てなんで。特に今の時期なんていい試合しましたっていう時期じゃないんですよ。まあ多くの善良な宣伝サポーターは、まあ思ってることを言いづらいと思うので、僕が代わりに言いますね。サポーターはできることやってますよ。言いたいこともかなり我慢してる。それ拍手でわかりますよね、選手たちも。昨日みたいな歴史的な負け方して、それでも顔引きずりながら拍手するって、どんな心境かってわかりますよね、選手たち。まあ、プレイオフに出てシーズンを終えるのと、出ないでシーズンを終えるじゃ来季全然違うので、まあ、昇格はもちろんしてほしいですけど、とりあえずプレイオフには出てくれっていう感じですね。もうセルフジャッジはちょっと、いいんですけど、それで足は止めないでください。小畑さん。せっかく試合に出してもらってんだからビビんな。相手を下に見るぐらいプレーを楽しんでほしい。クマなら昨日の1点目と2点目は止めてるよ。まあ、新潟サポーターが今回、仙台サポーターの態度について、まあ、褒めてて、まあ、結構僕珍しいなと思いながら見てて。まあ、新潟とは、歴史も規模も似てる、同じ地方クラブ同士なので、まあ、彼らの言うことは、スーッと入りやすいと思うんですよね、他のチームのサポが言うよりも。僕も新潟に関しては、素直にこう、昇格おめでとうって思いますし。まあ、新潟に、サポに対する、印象がいい方に変わりましたね、今回。アキラさん、大丈夫ですか？もう熊本戦は、もう選手たちが今、目頭に出て楽しくなさそうにサッカーやってるので、もう、原崎さんのやってた時の 4-4-2 でフォーメーションでいかがでしょうか？それで一回自由にやらせてみては。
今となっては当たって砕けろの相手なんで、もう伸び伸びやらせた方がいい結果出るんじゃないですかね。これからいくらでもキャンプの時間ありますし。まあ、海外サッカー今日見たんですけど、アーセナル対リバプール。冨安が先発したってことで。アーセナルの選手たち楽しそうでしたね。今のベガルタにはない感じですよ。まあ、パスも仙台みたいにいちいち後ろに下げたりしないし、基本前や横にチャレンジするパスで、一人コスパスも当たり前。なんか、いらない失点して相手と打ち合うところ、まあ、これは前の仙台と似てるなと思ったんですけど、まあ、仙台も参考になる部分があると思いますよ。熊本戦は、今季の総仕上げとして、サポーターも選手も楽しめるようなサッカーをしてほしいなと思います。まあ、個人的にはちょっと、伊藤さんが来季もやるのはちょっと不安なので、今季で終わりにして、まあ、新潟や徳島みたいに、戦術系の外人の監督を呼んで、じっくりチーム作りしてほしいなと思いますね。途中から来たとはいえ、一勝しかできてないし、内容も全部ズタボロっていうのは。見てんのも苦痛なんで、正直。まあ、とりあえず、最強の応援できるように頑張るので、サポーターも。まあ、選手たちは最強の結果を手にできるように、行動で示してください。よろしくお願いします。